はい、お揃いになりましたので、始めたいと思います。2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦、予選の公式記者会見を行わせていただきます。まずは、通算8回目昨年の第5戦茂木以来の、ポールポジションとなりましたチーム無限の地理智樹選手です。おめでとうございます。強いですね。ご感想お願いします。ありがとうございます。昨日は少し車が思ったように動かないななんていうところで、まあ、個人的にはしっかり耐え忍んだ予選と決勝だったのかなっていうところで、まあ、そのあたりをこの今年チーム無限2大体制本当の2大体制になりましたのでそのあたりのデータ共有をしっかりしつつ笹原選手の良かった部分なんかも取り入れながら、自分の思ったように車を動かすにはどうしたらいいかっていう部分を昨日の夜遅くまでチームとともに話し合って、今日に臨んだんですけれども、まあ、それがすごくいい方向に行きまして、Q1 は、まあ、少し自分の中で、マージンを持ちすぎたかなっていう部分もあったんですけれども、非常にいい手応えを感じていて、まあ、タイヤの温め方なんかも変えたら、Q2 に対してはいいんじゃないかというところで戦略の変更、まあ、それは自分のミスでうまくいきませんでしたけれども、いいそのストーリーというかステップを踏んでこの予選を戦えて結果も得られたので非常に良かったと思います。決勝に関してもこの順位をキープして最後まで、走り切りたいなと思います。結果コンマ2秒開きましたけれども笹原選手 の後ろに入ってっていうのはあれは偶然ああなったというそうですね。笹原選手と僕は多分戦略が違うっていうのは、まあ、事前にとか予選始まった段階で分かったんで、まあ、なるべくその彼の邪魔にならないところで前で僕が先にアタック入りたいなと思って入ったんですけれども、まあ、自分のミスで栄光な四輪脱にしてしまったのでその手を諦めてなるべくこうタイヤも熱を上げすぎないようにして笹原選手を譲って願わくば彼の塔を使えたらなんて思ったんですけど、まあ、ちょっとそこは離れすぎたかなというところもあったのであまり効果は出なかったかと思うんですけれども、まあ、とはいえ自分のミスもあったので反省すべき点はありますし、そのあたりを、まあ、次回以降の予選でもしっかり修正してまたここに帰ってこれるように、取り組んでいきたいなと思います。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。続きまして、通算3回目になると思います、2番手グリッドを2番グリッドを獲得されましたクオチン・バンテリン、トモス宮田リトモ選手おめでとうございます。今の気持ちをお聞かせください。はい、まあ、昨日の予選はちょっとトラブルがあったりしてちょっと不本意な予選になってしまった部分もあってで、まあ、今日は、まあ、昨日の、まあ、予選と決勝を振り返って、そのデータを生かして、臨もうという形で今日に、行ったんですけど、まあまあ、Q1 は、まあ、そこそこ悪くはなかったけどやっぱトップとはちょっと差があって、Q2 に向けて、まあ、ちょっと Q1 の B グループがやっぱ昨日と同じでタイムが落ちてたんで、まあ、ちょっとそこら辺が、まあ、コンディション変化に対して、結構肝なんじゃないかなと思ってたので、まあ、それが、まあ、Q2 ではやっぱその通りの、コンディションだったんですけど、まあ、ほんの少しタイムを、更新することはできたんですけど、まあ、やっぱまだ足んなかった部分はありましたし、まあ、とはいってもその、トヨタエンジンユーザーでは、まあ、なんとか一番でもありますし、まあ全体的に見れば、まあ、テストと変わらないぐらいのパフォーマンスにはいるので、まあ、あとはその決勝に対して、まあ、昨日の決勝は結構、まあ、パフォーマンスが、そこまで優れているわけではなかったので、まあ、ひとまずこの予選は予選で、振り返って、次の決勝に向けて、昨日の決勝よりもいい走りができるように、準備したいなと思います。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。続きまして3番グレート獲得されましたチーム無限笹原右京選手です。昨日に引き続いて来ていただきました。今のお気持ちをお聞かせください。はい、昨日に引き続き好調なパフォーマンスを維持できていたのでちょっと Q2 に対しては自分自身も欲をかきすぎてしまったかなと思ってます。まあ、走りの方でも車の方でもちょっと求めすぎたかなっていうのはあったので本当にアタック自体もちょっと自分でも満足いかないというかなかなかこうまとめきれなかった部分もあったので、まあ、その辺が今日3番手だったのかなと思います。まあ、ただ本当にチーム無限2台として非常に
今日1位と3位ということで高いパフォーマンスを見せていられるので、まあ、本当次の決勝に関しても昨日の課題だったスタート含めてきちんとできれば、まあ、おのずと結果ついてくると信じているので、まあ、チームを信じてまたレースに取り組んでいきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。では、野尻選手にお伺いしたいんですけども、はい、ベストラップで逆転でトップ取った後1コーナーで映像を見てると思いっきりガッツポーズをしているのが映っていたんですけども、その時の、まあ、心境といいますか、やっぱり1周目でミスをしてしまってこうもうミスができないっていう一発を決めれたのが大きかったのか、それとも自分の中で1周しっかりまとめれたのか、その辺をお聞かせいただければなと思います。まあ、もちろんミスのこともありました。まあ、すごく、瞬間というのは今回はチャンス失ったなと、それぐらいの重要な局面だったかなとは思ったんですけれども、まあ、あとは昨日のレースの後ですけれども、まあ、どちらかのメディアさんにしっかり予選ポール取って流れを作って、そうすれば、まあ、昨日優勝した平川選手を抑え込めるというような内容のコメントもさせてもらったんですけれども、まあ、そのあたり含めて、まあ、ポールを取らないと、レースは勝てないんじゃないかという思いもありましたので、何としても今日のポールは獲得したかったというところで非常に嬉しさが込み上げてきました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。野尻選手にお伺いしたいんですが、はい、ちょっと事実確認の部分もあるんですが、はい、Q1 の時には、フロントタイヤだけ先にスクラブしてアタックしたと思います、はい、で Q2 の時はもう4輪入だったんですけど、先ほども、まあ、タイヤの温め方とかをちょっと変えていこうみたいな話がありましたが、その辺はどういう狙いだったんでしょうか。そうですね、まず坪井選手が Q1A 組で、アウトウォームプッシュで行ってたと思うんですけれども、まあ、それを見ていたのと、まあ、あと個人的にもそれで十分いけるなっていうところ、あと Q1B 組を見ていたらカムイ選手も多分そうだったと思うんですけれども、まあ、そういった部分を見ながら、判断したっていうところですね。はい、ありがとうございます。あと笹原選手にお伺いしたいんですが、笹原選手は Q1 の最初からピットに入らずにそのままアタックに行ったと思います。その辺の狙いは、まあ、朝一番の走り出しなので普通なら確認が必要かなって思ったりするんですけど、その辺の狙いはどういうことでしたか。そうですね、昨日も引き続き同じような、まあ、戦略というか方法で、まあ、問題なく感じてはいたので、今日に対しては、まあ、気温も含めて温度が高くなるっていうことだったので、まあ、引き続きそのままで行っても、まあ、問題なく Q1 は通るであろうっていう自信もあったので、まあ、特に大きな、まあ、もちろん周りがこう違うことをやっているというのも認識はしていたんですけど、まあ、そこは自分たちの、なんていうんですかね、そこを信じてそのまま取り組んでいったという形ですね。Q2 でも、一番最初にピットにもうピットを後にしたというかすぐにコースにインしましたけど、あれは自分のスペースをちゃんと確保したいなという狙いだったんでしょうか。そうですね、昨日に引き続きまずやっぱクリアなところでなるべく走りたいなって思いがあったので、そこを自分で調整できればなとは思ってました。はい、はい、ありがとうございます。では決勝レースを控えてますので会見の方は以上とさせていただきます。おめでとうございました。改めて3選手に拍手をお願いします。このまま